ゆうきくん、今日は新入社員が来るんだったな。そうですよ、社長。かなり優秀な子で期待できますよ。それは楽しみだ。お、来たようだぞ。リンクスタート。お、待て、どうした？その子たちはなんだ？物語が進んでいくにつれて周りに増えていく女の子たちです。どういうこと？とりあえず帰ってもらいなさい。なんだそのシステム。帰りなさい。まったく、何だったんだ。で、まず君は名前を名乗りなさい。俺はキリトだ。なんかムカつくな。てかまずその格好は何だね。これは第一階層のボスドロップ、後頭部ミッドナイトだ。なんて？イルファングザコボルトロードが落とすやつです。知ってんの？なんで知ってんの？え、みんな知ってんの？最近は流行ってるのか、ああいうのが。そうです。あ、そうか。まあ服装はまあいいか。で、キリト君だったね。あ、じゃあまずこの書類をコピーしてくれるかな。死んでもいいゲームなんてぬるすぎるぜ。ただのコピーだからね。システムコール、ジェネレートコピーエレメント。どうしたどうしたどうした。システムコール、ジェネレートコピーエレメント。ダメだ、新勢力が足りない。アスナ、力を貸してくれ。システムコール、ユキくん、ジェネレートコピーエレメント。あれ、ユキくん。システムコール、ジェネレートコピーエレメント。ユキくん、ありがとう、アスナ。おかげでうまくいって。コピーしただけだからね。キリトくんのためですもの。コピーに二人の力使う必要あった？というか、ユキくん戻ってきなさい、早く。何してんの？キャッ。どうした？ゴキブリが。あー、悪いね、キリトくん。ちょっと、退治してくれるかな。必ず勝つ。勝ってこの世界を終わらせる。いや、世界じゃなくてゴキブリ倒してくれるから。無茶。そんなことしたらキリト君が、キリト君が。どうした？俺の命は君のものだ、アスナ。だから君のために使う。最後の一瞬まで一緒にいよう。ゴキブリ倒す話だよね、これ。なんで死ぬかもしれないみたいな雰囲気出してんの？私、キリト君と一緒に年を取っていきたい。だから今は戦わなきゃいけないんだ。これ何の話？アスナ、見ててくれ。スターバーストストリーム。普通にゴキブリ叩いただけだよ、ね、うわっ。キリト君、ゴキブリにやられたの今。どういうこと？君は何があろうと返してみせる、あの世界に。キリト君、あんまり強く抱きしめると俺の HP がなくなるぞ。うざいな、すっごくうざいな。もう一度だ、スターバーストストリーム。うわっ、いや、うわっ、あ、これが俺のエクストラスキル、二刀流だ。いや、紙とほうき持ってるだけだよね。めちゃめちゃダサいよ。なんで紙とほうきでそんな決め顔できんの？二つのものを同時に持つなんて。そんなことがみんなに知れたら大変なことになるわ。いや、持てるよ、大丈夫、みんな持てるよ。こんなのは強さじゃない、ただの技術だ。だろうね。持てるからね、みんな。持つ技術はみんな持ってるからね。もう誰だよ、こんなやつ採用したの。申し訳ありません。本当だよ。彼は我が決命騎士団にふさわしくなかったかもしれません。いや、かやば工務店ね、ここ。工務店だから。かやば？そうだよ。私、かやばが社長しているから、かやば工務店だ。お前が急にどうした？かやば、秋彦！久しだよ、かやば久し！かやば、久し！いや、言い直したじゃん。もうそれやりたいだけじゃん。やめなさい。社長の私にこんなことしてどうなると思ってんだ。言っておくが俺はソロだ。1日2日オレンジになるくらいどうってことないぞ。気にするってことだよ。なんだオレンジって。首だって。キリト君、無茶よ。そう、嫌だったらそういうことやめなさい。こんな魂のない攻撃にやられやしない。あの世界の刃はもっと重かった、もっと痛かった。信じてるよ、キリト君。なんだそれ。一緒に行くぞ、アスナ。うん。はぁ、スイッチ。どうした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 、スイッチ。はぁ、もう二人とも首。首にはなってしまったが、アスナと一緒にいられる。悪くないだろう。なんだこいつ。